えちゃーん、うえちゃーん、どうもディズニー大好きうえちゃんです。あれ、なんでそんな元気がないの？いや、だってもうその感じまたでしょ。はい、お見事。本日もこの時間本日もこの時間がやってまいりました。この時短って言ったね。そこはスルーしてください。はい、何してるのかな、あれちゃん。雑誌読んでんでしょ。何の雑誌？ディズニーの雑誌。そうなんです、ディズニーのグッズがたくさんありました。地下室ね。はい、あるよ、そら宝物だからね。でもちょっとやっぱり多すぎない？多くない、多くない、ズゴこけるとこかな今。なので、また整理をしようかと思って。上ちゃん、いいです、整理はいい。この間だってもうちゃんと説得したでしょ、で、ポテトヘッドのやつがいいってなったでしょ、でもいいじゃないか、それで。でもまだまだね、気になるものがあったんです。じゃあいいよ、じゃあ持ってきてよ。じゃあそしたらまた同じように説得すればいいんでしょ。うん、わかりました。じゃあいいですよ、じゃあ持ってくるね。はいはい、では今回はちょんと、あ、本当に量が多いんですが、今日はあのちょっとこちらにします。これはディズニーかな。これはあれ、ベイマックスではない。こちらはちょっとわからないので、私は失礼、こちらにします。鳥なのかペンギンなのか宇宙人なのか、こちらを持っていきたいと思います。はい、では今回はこちらを持ってきました、はい、あーまたもう、なんでこれ選んだの？なんかこれはディズニーなのか、よくわからないので持ってきましたまずあのディズニーなのかわかんないって言ってるけど、もう地下室入った時点でもう全部ディズニーだと思って結構です。あら、そうなの？はい、そうです。これはウォーリーって映画知らない？ウォーリーは知ってるよ。ウォーリー知ってるでしょ、あのロボットのさ、ゴミをねずっと人間のために掃除してるロボットのさ、映画、すごく感動したよ。感動したでしょ、それに出てくるイブでしょうよ、イブ。あれ、ウォーリーが700年間一人ぼっちでずっと作業してる中で現れた恋人ですよ、イブ。あー、ウォーリーが恋に落ちるでしょ。あー、なるほど。あのロマンチックなイブをあなたは整理しようとしてんの？考えられない本当に。じゃあもう、じゃあこれもちょっとおすすめのねポイントを紹介していくけどさ。はい、お願いします。本当もうやめてよ、もういいじゃん、もう全部宝物だからさじゃないのよ。まずこれイブね、でも確かにこれが一瞬イブって分かんないってもちょっと分かるわ、ちょっとね顔黒いしさ、でもなんとなくこんな感じだったかなと思うでしょ。なんとなくしか覚えてないね。でこれイブのね、これここ後ろ見て、これ、スイッチがあるわけだ、これもねここ入れるのよ、スイッチを。いくよ、かわいい、すごい、ほらすごい、もしかして、これも声に反応してる？そう。ほら、めっちゃ喜んでんじゃん。これをあなたは整理しようとしたわけですよ。なあ、ね、表情豊かでしょ、笑ったり。
これね、あなたが今整理しようとしたからイブは怒ってますよ。いくよ、ここの右手のところをね、はい、あげるのよ。ほら、わかる、これほら、あ、ほら、イブの攻撃。どういうこと？イブこっからほら光線出すじゃん、バーンって。映画の中で、ほら、本当だ。なんだそこ、なんか折れちゃってんのかと思った。違う違う、ここにね、ついてるわけですよ。うわ、すごい、ほら、ね、なんだ折れちゃって中身出ちゃってるよって思ったら、違う、ほら、すごい、こういう仕掛けになってんの。すごい機能ね。でその時の表情見た、イブの、ほら怒ってんの、ちゃんと。だ、ごめん、ね、さんごめん。そうでしょ、こんな可愛いのに。イブ可愛いね。これまだポイントがあってね、うん、実はね、これスタンドになってるわけよ、うんうんうん、これね、これ移動できるんだよ、こうやってね、うん、これスムーズにこうやって移動もできるんだけど、うん、これ自体がこうやって外せるんですよ。わあ、ほらほら、本当だ、これこの音、ほらほら、すごい、飛んでるの、飛んでるの、わかる今。すごい、ほら、すごいね、すごいでしょ、これまたクオリティが高い。かわいいでしょ、かわいい。これを整理しないでほしいの。しかも下にね、ウォーリーいたと思うんですよ。よく見て、ウォーリーがいたでしょ。ウォーリーの前にイブをちゃんと置いてたはずなのよ。だからそのウォーリーの恋人を整理するなんて、そこまで演出されてんのは見てなかった。それは頼みますよ。だからこのね、ウォーリーをぜひともね、整理するなんて言わないでいただきたい。お願い、いいでしょ。こちらは可愛いので合格です。よっしゃ、危ない、よかった、よかったな、イブな、喜んでます。かわいい、かわいいな。でもまあこういう感じでね、イブはちょっと置いといてくださいね。はいはい、よかった。じゃあもうさ、もう整理するとかもう言わないでね。でも、うん、さっき地下室に行ったら、はい、またグッズが増えてたから、はい、まだまだ整理させていただきます。もう勘弁して。もう最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。